チューリップ、チューリップはユリカチューリップ属の植物。球根ができ、形態はユーカワリン系。和名はウコンコウ、ウコンコウ、ウコンコウ、中近東ではラーレなどと呼ばれる。アナトリア、イランからパミール高原、ヒンドゥーク種産脈、カザフスタンのステップ地帯が原産。本校では日本では一般に栽培されている。 トゥーリーパ・ゲズニリアナ、植物学者、コンラート・ゲスナーにちなむ及びそれ以外の原種、園芸種、属全般について触れる。和名のウコンコーは、この花の香りがスパイス、または食品を黄色く染めるのに使われるウコンのような、ほこり臭いことに由来する。チューリップの花の香りは害してあまり良くないが、最近香りの良い品種も増えている。年頃までは、 薪の植物図鑑に、ボタン、ユリという和名が載っていた。チューリップには口術のチューリップ相場に代表されるように多様な園芸品種が存在する。外観は、花弁の先端が丸いもの、尖ったもの、フリル状のものもある。咲き方は一重から八重で、一つの球根から複数の花がつくもの、つぼまった状態で開花するものや花弁が外側へ。 反り返り全開して開花するものなど、花色も青以外の赤、黄、オレンジ、白、緑、紫などの単色や、複数の色のものなど、数百品種のチューリップが存在する。青バラと同様に多くの育種家によって青い、チューリップの開発が進められるが、花弁全体が青い品種は発表されていない。チューリップの花を上から覗くと、花弁の根元に青い部分が存在する。 その部分には青い色素が見られ、その青い部分を増やすことで、青いチューリップを作る研究がされている。大きな球根を採取する場合は、開花から約2日後に花火を切断する。また、深く植え付けると分球が少なくなるが、その分肥大は良くなる。植え付けた年は変化がなく、その次の年に影響する。繁殖は主に分球で、未消。 種からは開花までに5年以上かかる。他のユリ科の植物と同様、両性花であり、雌有移熟によって自家受粉を防いでいる。未生は品種改良の際に行われる。人気のある花だけに、花型、花色、創始、葉の模様、ブルームの有無、香り、相番性、対処性、体質性、高性、繁殖力、切り花では切り花寿命。 無花粉化、家計の硬さなど改良されるべき性質が多く、特に日本の高温多湿に強い品種が望まれる。ただし、野生種をはじめ後輩に使える素材も多いため、時間はかかるが、品種改良は比較的容易である。開花前に裁縫に用いる針等を用いて、チューリップの花の根元部分を貫通させ傷つけると、エチレンが発生し、開花期間を長引かせることができ。 開花後に同様のことを行うと開花期間が短縮することがユーリップのみで確認されている。原産地はトルコのアナトリア地方とされ、トルコ国内の宮殿、トップカップ宮殿東屋モスク、ブルーモスク東欧に貼られたタイルに描かれている。生産地ではオランダが非常に有名で各国へ輸出されている。トルコからオランダにチューリップが伝わったのは16世紀頃。 日本のホームセンターや園芸品店で販売されている球根はほとんどがオランダからの輸入である。日本では富山県や新潟県で大規模な栽培が行われている。両県を合わせた球根生産での国内シェアは98%、富山県53%、新潟県45%である。チューリップは国家や地方公共団体等を象徴する国家や 喧嘩として制定されており、花の栽培や球根の生産はもとより観光の主力として注力していることが多い。古くはオスマン帝国でもてはやされ、オーストリアの大使オージェ・キスランド・ブスベックによって初めてヨーロッパに伝わる。この伝来の時に誤って、チュルバン、タルベンド、ターバンと伝わったために、現在のチューリップという名が生まれた。あと、ブスベックの友人。 クルシウスがオランダのライデン植物園に移り、そこでチューリップを栽培したところ評判となった。盗難が何度も起きたためクルシウスは栽培を止めてしまったが、その後オランダではチューリップ教時代をはじめ、幾度と歴史上にチューリップが登場することとなる。16世紀末にはイギリスでも栽培が始まり、カーネーションやオーリキュラ、プリムラ・オーキアラと共に早くから育種が進んだ。 19世紀には多数の品種が生まれ、現在でもいくつかが栽培されている。日本には江戸時代後期に伝来したが普及するに至らず、大正時代に入って、ようやく、小郷村、現、新潟市や木区で、本格的な球根栽培が始まった。このことから、新潟地域の栽培農家は、新潟が日本チューリップ発祥の地と自負しており、道の駅花夢里に、いつには、 記念碑が建てられている。1963年には、新潟県の県下にも指定されている。しかし、新潟県は、大正8年、1919年なのに対し、富山県では大正7年、1918年に、東都並郡賞下村、現、都並市の水野と与蔵により栽培されていくことから、少なくとも、本格的な栽培は、富山県が、日本初となる。 それ以前より栽培はされていたが、旧根状態での保存が確立したのが、この時期である。デリバティブ取引の一つである、商品取引は、17世紀初頭に、オランダで行われたチューリップ取引が起源であると、言われている。当初は、植物愛好家間の取引であったが、陶器的な資金が流入し、珍しい品種のチューリップの旧根が高値で、取引された。これを、 チューリップマニア、またはチューリップバブルと呼ぶことがある。ハーレム、アムステルダム等での常設現物市場や相対取引での先渡し取引等、一般庶民を巻き込んで盛んに取引が行われたが、1637年の旧根価格の暴落により、チューリップマニア、またはチューリップバブルは終焉した。日本にはアマナ、ヒロハのアマナという植物が分布しており、 チューリップと姿が似ている。かつてはチューリップ族に含まれていたが、形態の違いから現在はアマナ族に分類されている。アマナの胃であり、食用とされた。別名麦加え、水田のアゼなどの水分の多い場所を好むチューリップと違い球根は乾燥に弱い。球根の糖度が極めて高く澱粉に富むため、オランダでは 食用としての栽培も盛んで主に生花材料として用いられる。その他、花をサラダや菓子の添え物として生食することもあり、特にオランダでは花を食用に用いる料理が盛んとなっている。日本でも近年生産量が増えており、主に通信販売などで一般にも入手可能である。食用に適するものは専用の品種で、 一般の園芸品種は悪が強く、また農薬などの問題もあり食用は避けるべきである。また、多くの品種で前奏に心臓毒である釣りピンを含み毒性がある。また球根は傷つくとアレルギー性物質の釣りパリン A を生成する。いくつかの種類のチューリップ、ピンクダイヤモンドなどは、抗炎症作用やコラーゲン酸性増強作用が明らかにされ、 化粧品の原料として応用されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。